コロンバス、コロンバスは、アメリカ合衆国のオハイオ州中央部に位置する都市。同州の州都として、政治と行政の中心地であるとともに、一体の商工業の中心地でもある。また、オハイオ州立大学を抱える、学術都市でもある。人口は787,033人。2010年国勢調査で、同州最大、全米でも、第15位である。 コロンバスに軍庁を置くフランクリン軍を中心に10の軍にまたがる都市圏の人口は190万1974人。これにマリオンやゼーンズビル、チリコシー等周辺の7つの小都市圏を加えた広域都市圏の人は230万8509人。いずれも2010年国勢調査に及ぶコロンバスを南北に貫くメインストリートはハイストリート 東西のメインストリートはブロードストリートである。オハイオ州会議事堂はハイストリートとブロードストリートの南東に位置する。ダウンタウンのオハイオ州議事堂周辺にはいくつかの高層ビルディングが見られるが、主として州政府に関係するオフィス、法律及び会計事務所、または金融機関などが入るオフィスビルとなっている。ダウンタウンの北に隣接するハイストリート沿いの地域は ショートノースと呼ばれている。コロンバスでは最も古い歴史を持つ地域で、現在では商店、レストラン、画廊などが連なり、コロンバス中心部切手のショッピングエリアとなっている。2002年秋にハイストリート上に連続的にかかる鉄製、かつては木製のアーチが復活し、街並みの美化が図られた。少し前まではダウンタウンのオハイオ州議事堂からほど近くに、 ファストフードハンバーガーチェーン、ウェンディーズの1号店が立地していた。現在では、同社はコロンバス北西高のダブリンに本社を置いている。ダウンタウンでは、毎年独立記念日付近の週末に大規模な花火大会が行われる。非常に混むので有名である。ただ花火打ち上げは、ダウンタウンのすぐ側にある川から行われるので、川周辺にあるオフィスビルに、 事務所を持つ企業はその従業員及び家族に対し、オフィスから花火を見物できる、見晴らしの良い場所を提供したりしている。終焉部の開発が進むのに伴い、他の都市にも見られる、中心部の空洞化、ドーナツ化現象が指摘され、コロンバスのダウンタウン中心部については、その再活性化に死を挙げて取り組んでいる。かつて、 オハイオ州議事堂の南側には、シティセンターというハイエンドのショッピングセンター及び、隣接するデパートメントストアが立地していたが、近年は、郊外のショッピングモールなどに客足を奪われるなどして、店舗の退去が後を絶たずついに、シティセンター自体取り壊され現在では、公園広場となっており、週末のイベント等などダウンタウンの活性化に一役、買っている。最近は、 ダウンタウン周辺地域の開発も進んでおり、各種コンサートや NHL プロホッケーが行われる、ネーションワイドアリーナ、クリーブランドインディアンズの下部組織のホーム球場である、ハンティングトンパーク等ある、程度充実してきていると言える。ここ2、3年中には、ダウンタウンに隣接する区域に大規模なカジノが、建設され営業を開始する予定で、地域の活性化と同時に、 治安の悪化が懸念されている。また、ダウンタウンに隣接する川のほとりに、全米ナンバー1と呼ばれるサイエンスミュージアムを要し州内及び州外からの多くのゲストで賑わっている。コロンバスの周辺部には、独立した市町村として、ダブリン、アッパーアーリントン、ヒリアード、ベクスレイなどが存在する。これらはコロンバス市の地域の拡張もあり、 その地域に隣接したり取り囲まれたりしているが、行政としての運営は、コロンバス市からは独立している。これらの支部なども含めて、抗議の意味でのコロンバスを構成する。コロンバスの人口はダウンタウンより北側に集中している。ダブリン・ワージントン・ウェスタービル、ウェスタービル・ニュー・アルバニーなど、郊外の高級住宅地も北側にある。オールド・ワージントンと呼ばれる。 北高のワージントン市内で OH-161 とハイストリートが交わる。付近には古い街並みが保存されている。四北端のポラリス、四北東部のイーストンは食住近接のニュータウン開発が進んでいる地域である。この両地域には大規模なショッピングモールもあり、週末や夕刻などには買い物客で賑わう。オハイオ州立大学もダウンタウンより北側に位置する。 ダブリンより、さらに北西には、ホンダ技研工業が、在米拠点を置くメアリーズビルが位置する。そのため、ダブリンの周辺を中心に、日本人の住民も多い。一方、南側は、ジャーマンビレッジ、ジャーマンビレッジなどダウンタウンに近い一部の地域を除き、未開発の地域が多い。東側には、レイノルズバーグ、レイノルズベグ、ガハナ、ブラックリックなどが位置する。 レーノルズバーグは、かつてそこの住民たちが有毒であると信じられていた、トマトを食用野菜として大衆に広めることに貢献したため、トマト発祥の地と呼ばれている。トマトジュースは、オハイオ州の公式飲料である。コロンバスはニチ市、日本の秋田市、秋田県や盛岡市、岩手県と、ほぼ同意度にある。アメリカが州国統計局によると、 同士は総面積 550.5km である。このうち 544.6km が陸地で 5.9km が水域である。総面積の1.07%が水域となっている。コロンバスの気候は内陸性であり、夏は湿気が多くて暑く、冬は乾燥して寒い。欠片の気候区分では CF、温暖湿潤気候と DAF、 赤ん帯湿潤気候のちょうど境界線上に属する。1月の平均気温はマイナス2.2度、7月の平均気温は23.7度、ネオ平均気温は11.3度、年降水量は9 7 8ト、mm、ルである。観測史上の最高気温は1934年7月21日と1936年7月14日に記録した摂氏41度、 下肢106度である。また、最低気温は1994年1月19日に記録した、摂氏マイナス30度、下肢マイナス22度である。このような気候から、コロンバス周辺には、カエデオーククルミポプラなどの木々からなる大陸性の、落葉樹林が広がる。しかし、何と言ってもこの地域の植生を代表する植物は、中の木でもある土地の木である。 1821年に都市が創設、交通に支弁であり、古くは荷車や馬車の生産が盛んであった。戦前には被覆産業なども栄え、戦時中に軍隊の被覆交渉があった。今日では航空機、自動車及び関連部品、電子機器などの機械工業が盛んで、とりわけホンダ技研工業、ホンダオブアメリカの工場が、 近郊に進出したことから、デトロイト等と肩を並べる自動車工業都市にもなっている。また、オハイオ州立大学を抱え、教育水準が高いことから、近年では、金融、保険ロジスティクス産業が栄えている。地域全体をフリーウェイアイナス -270 が環状に取り巻き、それに沿って衛生都市が点在する。近隣の中心空港は、 ダウンタウンの東1 3トルに位置するポートコロンバス国際空港である。航空機ではニューヨークシカゴのいずれからも1時間半ほどである。またアトランタダラスフォートワースヒューストンニューアークミネアポリス、セントポールデトロイトトントといった主要航空会社のハブ空港からも便がある。その他、市南部、ダウンタウンの南東、約2 5トルに 主に航空貨物を取り扱う空港として、立憲バッカー国際空港を有している。オハイオ州を縦断する、週刊高速道路、I-71 でクリーブランドまでは、車でおよそ2時間半程度、新シシティまでは2時間弱の距離に位置するなど、オハイオ州の中央部に位置するため、州内の各地に、自社で2時間余りでアクセス可能である。また、 オハイオ州を横断するフリーウェイアイマイナス70では、隣接州のインディアナポリスやピッツバーグまで、それぞれ4時間ほどである。シカゴやワシントン DC とは6時間余りの距離にある。ダウンタウンには、グレーハウンドのバスターミナルがあり、クリーブランド紳士なティルイビルナッシュビルデトロイト、インディアナポリスセントルイスピッツバーグフィラルフィアニューヨークなど多くの主要都市への長距離バスの便がある。 また、市内の公共交通機関として、中部オハイオ交通局、コッタが運営する路線バスが縦に走っている。市内には、貨物運送のための鉄道の路線が複数走っているが、乗客輸送を担う、近郊電車や地下鉄はない。ダウンタウン近辺を中心に、再開発の一環として、ライトレールの建設が検討されている。ダウンタウンにあるは、 オフィス街の中心に位置し、オハイオ州都としてのコロンバスの中心を形作っている。都市のもともとの計画の一部でなく、キャピトルスクエアを形成するために4人の著名な地によって寄付された10エーカー4万メートルの土地2839年から建設が行われたものである。議事堂の建物を囲むように芝生のスペースが広がっており、遊国には 球儀などの利用にも解放されている。コロンバスの使命は、クリストファー・コロンブスにちなんでいる。の歌詞には、アメリカ大陸発見500周年を記念して作られた、サンタマリア号のレプリカが経流されており、名所の一つになっている。オハイオ州は、文化教育の先進地区として知られ、同しもオハイオ州立大学などがある、学術都市である。また、の開催地でもある、 フランクリンパークカンサーベトリ、産業科学博物館、コジー、歴史博館、オハイオ村、バラ園、コロンバス動物園など文化施設、自然体験学習施設などが発展している。は、初期モダニズムのヨーロッパ及びアメリカ芸術に焦点を当てたコレクションとともに、1931年に開館した。オハイオ州立大学は学生数5万を超える。 全米有数の大規模総合大学である。特に農学、航空学の分野に強い。また、経営学、特に、ロジスティクス研究においても、全米屈指の高い評価を得ている。消費者行動研究で有名な博士も、同行のマーケティングの教授として、教弁をとっていた。オハイオ州立大学のカレッジフットボールチーム、オハイオステートバックアイズは、競合として知られ、特に、 ミシガン・ウォルバリンズ、ミシガン大学とのライバル関係は、熾烈を極めている。1968年には、OJ ・シンプソンを擁する USC ・トロージャンズ、南カリフォルニア大学を、ローズボールで破り優勝。また2002年には、フィエスタボールで、マイアミ・ハリケーンズ、マイアミ大学の連勝を34で止め優勝した。バッカイズの本拠地オハイオ・スタジアムは10万人以上を、 収容できる巨大スタジアムである。また、同校は、ジャック・ニクラウスの母校としても知られている。プロスポーツでは、NHL コロンバス・ブルージャケッツ、MLS コロンバス・クルーなどが、本拠地を構える。メジャーリーグ・ベースボールの球団は存在しないが、トリプル A 級、コロンバス・クリッパーズが、本拠地を置く。2008年シーズンにより、クリーブランド・インディアンズと提携。 2011シーズントリプル a 級のチャンピオン8から3でオマハストームチェイサーズを下す。2008年まで本拠地球上はダウンタウンの西に位置するクーパースタジアムであったがコロンバスブルージャケッツの本拠地であるネイシンワイドアリーノの西側のエリアに2008年度に移転した。新スタジアムの命名権を地元のハンティントンバンクが取得したためハンティングトンパークと呼ばれている。 コロンバスで唯一存続している日刊新聞はコロンバスディスパッチ、コロンバスディスパッチである。主要な競争相手であったコロンバスシチズンジャーナル、コロンバスティゼンジャーナルは1985年12月31日に出版を停止している。コロンバス及びその周辺の郊外都市をカバーしている新聞としてはセザーウィーク及び元コロンバスアライブなどの週刊新聞がある。 はこの都市の雑誌である。また、ランタンという、オハイオ州立大学が出している新聞も存在する。コロンバスのラジオ局としては、いずれも合衆国内で最も古い、AM 放送局であると WBNS が挙げられる。その他には、オハイオ州立大学によって運営されている母数、コロンバス教育委員会によって運営されている、系列の枠部、長く、 クラシックロック曲を続けている WLVQ、そしてローカル独立系オルタネーティブロック曲のなどがある。コロンバスのテレビ放送局には、そしてなどが挙げられる。コロンバスの都市圏、および広域都市圏を形成する各軍の人口は以下の通りである。2010年国勢調査。以下にコロンバス市における1840年から2010年までの 人口推移表及びグラフで示す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。